オドワルド・ボラーにはイタリアの画家である。19世紀後半のフィレンツェで活動したマッキア派の画家の一人である。ピサで生まれた。父親は有名ではない画家で1840年にフィレンツェに移った。父親から絵を学んだ後、1850年にフィレンツェの美術学校に入学し、ガエターのビアンキやジュゼッペ・ベッツォリ、エンリコ・ポラストリーニに学んだ。 当時のアカデミーでは、ジョット・ディ・ボンドーネの壁画や15世紀のフィレンツェの画家の作品を手本にした教育が行われていた。1853年にテレマコ・シニョリーニやヴィンチェンツォ、カビアンカと知り合い、彼らとフィレンツェの芸術家たちのたまり場であったカフェ・ミケランジョロに頻繁に集まり、マッキア派を形成する他の画家たちとも交流した。1859年に第二次イタリア独立戦争に、 自由兵として参加した。1862年にフィレンツェに帰還した後、美術学校の展覧会で賞を受け、ラファエロセルネージ、シニョリーにカビアンカとフィレンツェ近郊の町、ピアジェンティーナやサンマルチェット・ピストエーゼなどの田園地域の風景や人々の生活を描いた。彼らをピアジェンティーナ派と呼ぶこともある。同じ年にマッキア派の画家たちの支援者で、 美術評論家のマルテッリに招かれて、トスカーナの海岸の町、カスティリオンチェロで夏を過ごした。1875年に、シルベストロレーガと画廊を開き、若い画家の作品を展示したが、長く続けることはなかった。後年はあまり展覧会へ出展せず、絵画の教師や陶器のデザイナー、雑誌エル、イラストレージオーネイタリアーナの差し絵画家として、生活した。 フィレンツェで死去した。ありがとうございます。